は、ご参加いただければと思います。そしてですね、もう一つエイブルトンの公式サイト ableton.com の方ですね、自宅で音楽を制作するためのアイデアとサポート、こういうページがありまして、これはですね ableton.com のトップページから行きます。でこちらの方に行くとですね、随時アップデートされているんですけれども、まああのエイブルトンが全エディション 30% 値下げしてますよと、あごめんなさい PC の画面出したはい、はい、こういうですね自宅で音楽を制作するためのアイデアとサポート、はい、こちらのページがございまして、こっちがですね随時、更新されております。で、まあライブの全エディション 30% 値下げしてますよとか、なんかのパックが無料ですよとか、こういろいろお得情報がありますのでですね、出かけられなくて家にいる間は、こちらのページなど参考にしてですね、いろいろ勉強してみたりとかすると良いかなと思います。ではですね、ちょっとですね、まあ、まずゲストのお二方に入っていただく前にもう一つあるんですけども、本日ですね、こちらアーカーゲーの、ライラY3 こちらのマイクですね、アーカーゲーの代理店の方からモニターでお借りしてご使用しています。このマイク何かと言いますとですね、 USB のステレオマイクなんですけれども、コンピューターとは USB でつなぎまして、でこのマイクステレオなんですけど、ただのステレオじゃなくて、こっちのフロントにステレオで、リアもステレオなんですね。でこっち背面側にスイッチありまして、あスイッチじゃない、ここに、モードの切り替えが4つありまして、で、例えば今喋ってるのは僕はこのフロントのモノラルなんでフロントだけ撮るとか、デュエットの場合は前後から2人で歌うような感じでこうステレオの音拾うとか、あとはですねこうステレオ幅狭めでいくのかワイドでいくのかとか、こういうモードが切り替えられる、マイクになってます。でこちらですね、なかなかいろいろ面白いです。見た目もねごつくてかっこいいですし、音も結構下から上まで、素直に出ていくタイプかなと思います。はい、というわけでですね、ゲストのお二方こちらにご登場いただきたいと思います。まずはですね、札幌のエイブルトン認定トレーナー大黒純一さん、よろしくお願いいたします。お願いします。大黒です。黒純こと大黒純一ですねいきなり黒純と岡純ってツイッターに書いててちょっと二人で待ってたんですけど、はい、黒純です。はい大黒さんもこういう配信番組って初めてですか？そうですね、生配信は初めてなんで、はい、なんかわかんないんですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕のスイッチングもね、緊張のあまり甘々ですけど、すいません、よろしくお願いいたします。そしてですね、画面の右側に、ズームの画面出てるんですけど、その下側にいるのが赤純こと、京都の認定トレーナー赤川純一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。赤川さんもこういうのは初めてですか？そうですね、なんかまあ実感があんまり湧いてないですね今どうなってるのか、この、はい、撮られてるのがですよね。はい、はい、で僕ちょっと YouTube のチャットを今ここで見ると思いっきり画面出ちゃうんですけど、大丈夫ですかね、音量とか大丈夫ですね、誰もチャットに投稿していないです、だから大丈夫です。はい、はい、ということでですね、これから、いろいろ、黒潤と赤潤が開発したシェアミディ&パーティー、これをですね紹介していくんですけれども、もしですね途中でわからないこととか質問とかありましたらですね、 YouTube のチャットの方に投げてください。そうするとですね、皆さんで我々が手分けしてですね質問に答えていきます。万が一漏れていたりとか回答をすっ飛ばしていたらごめんなさいという感じですけれども、まあ、極力ですねうまくやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それからですね、今日ですね、もしためになったとか赤潤黒潤をサポートしたい、エイブルトンミートアップをサポートしたいというありがたいお方、心持ちお方の方がいたらですね、こちらペイパルの方でですねドネーションを受け付けておりますので、こちらの方もですねよろしくお願いいたします。 URL は今ちょっと貼っちゃおうかな。URL は paypal.me
AMTTYO、 あ、ごめんなさいね、もうちょっと声に大きくしますね。はい、こんなかも、どうですか、シャー君どうですか。はい、大丈夫そうですか、ちょっと時間かかるかな。はい、で、すみません、もしですね、ドネーションしていただけるありがたいお心持ちの方がいましたら、ペイパルの方でドネーションいただければと思います。そしてですね、ペイパルの手数料の関係上ですね、200円以下だとほとんどこちらにお金が入ってきませんので、なるべく200円以上いただけるとありがたい限りでございます。それではですね、ここからですね、ぼちぼち始めていこうかなと思うんですが、どっちかかな。じゃあ大黒さん、はい、まあシェアミディ&パーティーもあるんですけど、その前に今世の中新型コロナじゃないですか。そうですね。大黒さんは最近家で何してますか。今ですね、結構僕はまあここ今札幌なんですけど、はい、今東京よりも札幌の方がなんか今多くなってたりとかしてて、ね、やっぱりまあ油断を許さない感じにはなってると思うんですけど、僕自身、あ、声とか大丈夫でしょうかね。どうでしょうかね。このまま喋って、はい、このまま喋っていきますが、もし知ってかったら教えてください。はい。そうですね。結構、3月、4月は、結構仕事で実は東京行ったり来たりしてまして、あ、4月はそんなにしてなかったんですけど、3月は結構東京行ったりとかしていて、やっぱりこのコロナのなんか肌感覚というか、なんかそういうものを感じつつですね、いたんですけど、やっぱり4月ぐらいから一気に自宅で物事をやることが多くなってですね、で逆に今、まあいろいろなんか忙しくなりつつあって、うん、やっぱりこのズーム会議とか、やっぱりリモート自体はもう僕も10年以上前から独立していろいろ仕事をやっているんで、その辺は慣れてたつもりなんですけど、やっぱりそれがかなりメインなストリームになってくるとですね、それで結構大変だなというふうに思いつつもですね、まあ、この状況をやっぱり得て、やっぱり次に新しいことをどんどん考えていかないといけないなと思っていたんですね。それなんで、まあ今回これから紹介するです、ね、シェアミディ&パーティーというのもそうなんですが、はいろいろ新しい実験をしたりとかですね、あとまあいろんな準備をしたりとか、まあ、そういうふうに、まあ、家にいながらもですね、結構有効活用して、あとまあ自宅とスタジオをやっぱりかなり掃除しましたね。ああ僕もはいやってます、やってます。やっぱり本当に10年ぐらい片付けてない、まあ片付けてはいるんですけど、そういう形でですね、久しぶりに触る箱とかあったんでですね、はい、まあそういうものをやっぱり今回ならではの発見みたいなのが結構あってですね、うん、なんでまあそういう形で、はい、4月とか最近過ごしてました。はい。はい、では赤順の方はいかがですか。京都はどんな感じですか。京都はそうですね、やっぱり観光客の方が全然まあ来れなくなっちゃって、なんでしょう。そう、バスとか普段だったらめちゃめちゃ人いっぱいいて、自分が乗って京都駅行くのとかも結構大変だったんですけど。今はだいぶもう空いてるので、まあそんなにそもそも出歩かないですけどね、うん、でもやっぱり街の雰囲気が結構変わりましたよね。うん、なるほど、ね、はい。なんかじゃあ赤川さんは結構家にいっぱなしみたいな、はい、そうですね、家に行って多分結構何でしょう、多くの方がハマってることだと思うんですけど、はい、僕も例に漏れず結構料理とか時間かけてやるような料理、はい、とかをこうゆっくりやったりとかするのをする機会増えましたね。はい、うん、僕は意外と料理はしてないんですけど、あ、そうです、はい、庭の手入れをしないとうち草ぼぼになっちゃうんで庭の、はい、庭の手入れ頑張ってますね。はい、ではですね、お二方にこう、まあ、今コロナで外に出れないんで家にこもってる上での Tips とか、まあ、こんなことやってるよとかなんかお伺いしたいなと思うんですけど、うんうん、こんなことやったら面白かったとか、まあ、今ちょっと料理の話しましたけど、あ、そしたらそのままちょっと料理の話をかけるですか。
いや、最近自分でザワークラウト作ってみたんですよ。あ、そう、キャベツの酢漬け。そうっすね。でもあれ、酢漬け、酸っぱいから酢をこう入れて、酢でつけて、なじませてこう、食べるのかなと思ったら、あれ、酢入れないんですよね。そうなんですか。そうあ、そう。そキャベツの葉っぱにもともとついてる乳酸菌が、まあ、容器の中に入れてて、で、まあ、ちょっとだけ塩入れた時に出る水と、そのキャベツ自体で発酵していくんですよね。で、発酵って結局、もう待つほかないじゃないですか。なんか他の料理だと、とりあえずこう煮込んで切ってとか、なんか他のまあ芸術とかもそうですけど、結構時間をなんか頑張れば頑張った分だけどうにか帰ってくるとか、そういったことが結構多いと思うんですけど、なんか発酵料理ってもう何をする術もなく、ただひたすら待つしかないっていう感覚って、結構あんまり他ではないなと思って。そんなことを考えながら作ってましたね。なんか深いな本当ですか？ なんかそのひたそうすらそ待つだけっていうのがなんかに似てるような感じがするんですけど、釣りう。かな？そうですね。大黒さんはいかがでしょうか？ですね、僕の方も、まあ、さっきのちょっと掃除つながりなんですけど、やっぱりすごくDIY をするようになってですね、それなんで机とかですね、いろんなサイズを見たりとか、木の天板の種類をですね、いろいろ探したりとか、なんか天然木みたいのがあると、ちょっとそれをですね、気になったりとかですね、なんか普段気になってないような、あとまあ時間が今まで忙しくてできなかったようなこととか、まあ、本読むとかもそうなんですけど、なんか今まで自分が興味を持ちたくてもちょっと持てなかったジャンルをちょっと調べたりとか、そこに時間を割けたりとか。こんな感じでですね、まあ、結構緩やかにも過ごしたりとかもしてるんですが、なんで結構最近はいろんなものをですね、ちょっと調べたりとか見たりとかしてますね。なるほど。僕意外とね、そのゆっくり DIY やろうと思ってたんですけど、意外と僕なんかあんまりコロナ前と変わってないような 外回りはとか現場はなくなったんですけど、まあまあ普段から家でリモートワーク的な仕事なんで、そこら辺があんまり変わらず なんで僕もね、ティップス記事とかなんかそんな話とかになってくると、あ、じゃあ家ごもりのティップスとかだと、あ、ないけど、あ、僕最近1個ね、やってるのがあるんですよ。プッシュの練習。で、メロディックス、これね、結構、認定トレーナーの人、やってたりするんですけど、岡村綾子ちゃんとかもやってるんですけど、メロディックスというですね、こういうプッシュの、今ちょっと画面出してるんですけど、プッシュとか、まあ他ミディキーボードとかパッドコントローラーとかでこう指ドラムの練習するっていう、こういう指ドラムの練習するこうアプリがありまして、メロディックス。これ僕結構やってますね。で、なんか打ち込みとかね、やってると結構そのちゃんと拍子と拍を取りながらタイミング合わせて入れるとか、音を入れていくとか、そういう基本的なことを忘れがちだったりするんですよ。なので、そういう感覚をですね、現場がないから失わないように、今メロディックスでですね、なるべくリハビリをしております 衰えないように。これでもなかなかですね、結構ゲーム感覚でできるんでおすすめですよ。今ちょっと出してますけどね。やってみよう。メロディックス、おすすめ、なかなか面白いですよ。1日1時間ぐらい、1時間もやなくても面白いと思いますけどね。というわけでですね、他ありますか？なんか、家ごもりティップス的な。そうですね、やっぱりその林さん言ってる通り、やっぱり全然そのなんか僕もコロナ前と全然変わんなくて、逆に今いろんな準備で帰っていろいろななんか準備が増えたんでですね、結構それで忙しくなってきてるんで、何かそのそうですね、その辺なんで、そうですね、何かその過ごすというよりかは、その忙しくなってこのリモートワークに対してのその方が増えてきたかなっていうような感じですね。
でもなんかみんなリモートワークもだいぶこなれてきた感じしますよね。なんかとかもそうですし、はい、いろんな、ね、配信ソフトとかビデオチャットとか音声チャットとかもそう、あとスラックとかもそうですけど、はい、やっぱりなんか見るものが逆にすごく増えてきてですね、なんかその管理が一元化できないのが結構大変かなっていうような問題もちょっと出てきたりとかしてるんじゃないかなとも思うんですけどね。はい、あ、そう、ちょっと待って、 YouTube のチャットも見れるようにしとかないと。 あ、ない、はい、大丈夫ですね、はい。料理番組見てますよ。そうです、ね、料理番組じゃないですか、ごめんなさいね、はい。ね、いつまでも喋ってんじゃねえよって言われるのもあれですから、あれですから、ね、あの赤川さんの方はなんかあの音楽的な家ごもりのティップスみたいなのありますか？そうですね、まあ、ちょっと音楽だけに限らないんですけど、やっぱり僕も小屋さんと同じでなんか新しい、なんだろう、勉強というか、はい、まあもともとやりたかったけど手つけられなかったことって結構いっぱいあったので、はい、そういったことを始めるいい機会には今なってるかなと思いますね、はい、うん、僕の場合はなんだろう、あの音楽とあと映像とかも作ったりしてるんですけど、はい、なんか映像のなんでしょうね、新しい、まあ、なんでしょう、表現の方法とかを探ったりとか、そもそも新しいソフトみたいなのを触り始めたりとか、はい、なんかそんなことをしてます。はい、はい、うん、なるほど、で、まあそんなお二人がですね、今回、手を組んで、作ったプロジェクトがシェアミディ&パーティーと。そうですね、はい、いうわけで、そろそろですね、じゃあちょっとご紹介していただこうかなと思います。まずは大黒さんの方に。はい、じゃあ僕の方で画面共有をちょっとしてもらいます。はい、で、はい、今画面が出てますでしょうか。はい、はい、そしたらですね、ちょっと最初にまあ、これどういうことかという形で説明しながらですね、ちょっと話していくんですが、まあ、名前のごとくですね、この、まあ、Ableton Live の機能をですね、すごく、まあ、有効化したような形で、MIDI をですね、みんなで共有しながら、それで一緒に遊ぼうよというような形だったんですが、はい、まずはですね、ちょっと、どういう経緯で作っていったのかというところから話していきたいと思います。はい、で、やっぱりさっきコロナがあって、やっぱりいろんな人がやっぱり音楽制作するのに、まあ、いろんな影響を受けていて、例えばスタジオが使えなくなったりとか、いろんな場合があって、僕は今札幌に住んでいて、で京都には赤川さんが住んでいてというような形で、例えば、まあ、僕が何かセッションとか何か制作したいっていう時は、まあ、普段は個人で、まあ、個人でやる作業とかが多いんですけど、やっぱりそこでこういう時期だからこそ一緒に何か共同で作業できるような何かものがあればいいなと、まあ、ひねくつごろちょっとアイデアとしては持っていたんですけど、はい、Ableton ではリンクっていう機能があってですね、同じ Wi-Fi とか同じネットワークかだと、そのリンクという機能を使えば、一緒にセッションしたりとかですね、同期することはできるんですが、はい、こういうふうにインターネットを介して、ネットワークの外に出てしまうとですね、はい、同期をして一緒にやるっていうことがやっぱりできないっていうところで、うん、今回そういうまあリモートワークで必要な、まあこれからの音楽制作の方法ということで、この Ableton Live を使ってどういうふうに遠隔地のものを一緒にコラボレーション制作できるのかっていうのをですね、アイデアとして考えていて、で、そのアイデアをですね、実現させるために赤川さんとですね、今回一緒に進めていったというような感じになります。はい、はい、なるほど、はい、では早速、はい、ちょっとビデオがありまして、はい、今まだちょっとウェブサイトはこれからオープンになるんですが、ちょっとビデオの YouTube の方はですね、これからこれは今公開になったばかりなんで、はい、ちょっと最初に説明の動画数分のやつなんですけど、はい、ちょっと見てください。はい、なんかすごいめっちゃ早くなってますね、うんこれはなぜでしょうか。お、終わった。もうちょっと。小安さんの方で再生していただく方がいいのかな。はい、そうですね。ちょっと今 URL、ね。はい。はい。よいしょ。ちょっと今、どこに。これ何で送ればいいの。はい、
YouTube のチャットでもいいかもしれないですね。もう公開ですね。はい、YouTube のチャットで、はい。ちょっと待ってください。YouTube に行きます。あ、そこだ。これですね。あ、今、なんかみんなのが見えてます。ちょっと。うんうん。これで行きましたかね。ちょっとこれを今画面共有外します、はい、僕の方。あ、またモデレーター設定しないといけないのかな。あ、大丈夫だ。OK です。OK です。はい。こっちですね。はい。じゃあ、ちょっと僕の方で、ちょっと待って。これが、あ、出力先を変えないといかんのか。はい。はい。ちょっとね、はい。じゃあ、ちょっと出しますね。エラーが発生しましたよ。あ、ちょっと待って。はい、よいしょ。これ合ってんのかな？スタジオになってる。行かないですか。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。はい。これ音声ないんでしたっけ？音声ですね。ところどころはい、これを見ながら喋ろうと思ってたんで。あ、わかりました。はい。ただモニターする術が僕になくて。おお、そっか。どうしたらいいものかというような感じ。今16秒目です。16秒。同時に流したらいいかな。ちょっと待ってくださいね。一回止めようか。はい。そうです。ちょっと待ってください、ね。せーの、ポンでやった方がいいな。それがいいですね。ちょっと待ってください。よいしょ。大黒さんは普通にモブファイルとか再生しちゃうんですか？そうですね。そっちの方を再生しますんで。はい、いきます。はい。せーの、はい。はい。ドン。あ、なんか、あれですね。クローのあれがちょっと映像。大丈夫ですか？変になってますね。変になってますか？変になってますね。あ、そこ、フルスクリーン、あ、フルスクリーンしておきますね。すいませんね。はい。ですね、今回は、はい、どうするかと。これ再起動すると治るんですよ、MacBook Pro の。ああ、なるほど。こう、YouTube、パンと流れちゃうことがよくあってですね。はい。ちょっと止めた方がいいですか？そうですね、ちょっと今止めて、はい。はい、じゃあ、キル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 、はい、バックスピン。ダメですね、こっち、はい、もう1秒ぐらいで終わっちゃう感じになっちゃうんで、はい、どうしようかな。じゃあちょっと僕その料理の話でもしてましょうか。ちょっと、ザワークラフトのザワークラフト、そうですね。でも大黒さんの貼った URL が、多分普通の見られる URL じゃなくて、YouTube スタジオの URL だったような気がする。ああ、そうですか。ちょっとじゃあ、こっちで僕貼り直したんですが、これの iPhone かなんかで流し続いかが、さすがシャー君。あ、なるほど。素晴らしい。素晴らしいですね。シャー君さんわかんないね。はい。エブルトン認定トレーナーの斉藤義則くんです。はい、ちょっと待ってください。これ結構あれですね、大変ですね。はい。ちょっとお待ちください。これかな、このリンクをもう一回ちょっとリンクコピーして、YouTube の方に貼ります。なるほど。はいはい、これを僕も YouTube、自分のやつで YouTube スタジオ。リンクが来ましたね、じゃあ。来ました。はい、これが多分。はい、僕の方では再生できてます。できてます。はい。の方ができれば。はい。ということですよね。あ、じゃあ僕の方はiPhone 見ながら行きますんで、はい、じゃあ3、2、1、スタート。はい、あ、OK です、OK です。今こういうふうに、今、シェアミディアンドパーティーの、はい、これ開発ドキュメントの模様で、ちょっと古いバージョンをちょっとやってるんですが、はいはい、今僕と赤川さんの距離は、まあ、札幌と京都というような形で、そこでどういうふうに、まあ、コラボレーションのプロジェクトをしていけばいいのかっていうのをですね、ちょっとまとめたんですが、一つはですね、こういうふうにエイブルトンライブ札幌が、これ今僕のスタジオなんですが、
こでですね、今回開発したあの送信側のですね、MAX4 バッチというですね、MAX のバッチを MIDI トラックにアサインしてですね、そこで、設定テストというようなちょっと面白いですね、はい、やっています。でこれは後でちょっと実演もするんでですね、はい、ちょっとこういう感じというのをですね、見てもらえればいいんですが、で、受信側の京都の方ではですね、この送信トラックの MIDI データをですね、インターネットからもらうための受信用のパッチをですね、設定するというようなことをやっています。はい、まあ、この辺はちょっとテクニカルなところなんですが、こういうふうにはお互いにですね、自分のトラックに名前をつけて、同じものをですね、共有していくというような感じになります。で、基本的にはその自分と相手は同じ音のプリセットにしつつ、こういうふうにですね、Zoom とか、Discord とかをつないで、事前にですね、キースケールとかテンポを確認しておく。で、こういうふうな形で話し合いながら、僕の方でですね、新しい MIDI クリップを作ると、京都のですね、赤川さんの方にも同じクリップが出来上がっている。で、そこに、こういうふうにですね、入力していくと、こんな形でですね、赤川さんの方にも同じような形で、このクリップがですね、現れるというのがですね、これでですね、ちょっと詳しく言うと、後で、まあ、プログラムを担当したですね、赤川さんの方からお話出ると思うんですが、Node4Max というですね、技術とかを使って、ウェブサーバー上にですね、パソコンから、まあ、インターネットを通じてですね、相手のパソコンに触れたらいいというような仕組みになっています。はい。大黒さん、もうちょいマイク上がりますかね。はいはい。はい。これはあれですね、インターネット経由で片方が何かいじるともう片方に即座に反映されると。そうです、そうです。なんでこういうふうな形でライブの MIDI クリップの中はですね、いろいろ MIDI の編集でリバースをしたりとかインバートをしたりとかですね、クリップ内の編集が可能なんですが、そういうこともできますし、あとミキサーセクションのこういうふうにセンド AB とかですね、ファンとかミキサー情報っていうのもリアルタイムにですね、相手に送ることができます。うん、なので、僕の方でミキサーのボリュームを下げたら、バーの方も下がるというような形になります。なるほど、ミディノートだけではなくて、こういうオートメーションデータとかも遠隔地同士でやり取りができると。それなんで、簡単に言うと、そのミディでアサインできる、Mac でいうとコマンド、N とかでミディアサインが出てくるんですけど、ああいうことができるミディのデータの情報は基本的には相手に送れると。はい。で、今は逆に赤川さんの京都から今札幌に送ってる様子が流れてると思うんですが、受信側が今度僕になって、送信側が赤川さんになっています。でこういうふうに双方向でトラックをですね、リアルタイムにやり取りすることができます。じゃあ、まあ、はい、今こういうふうに選んで、小説の変えたりとか、小説の長さを変更したりとか、そういった形でですね、いろいろなエフェクトのエディットをですね、なるほど。でこういうふうに音色とかですね、マクロコントロールの。大黒さんのマイクが遠いようなので、これあれですね。そうですね、はい、うん、オートメーションデータを今やり取りしているところですね。そうですね、トラック3つに増えて、うん、そうですね、トラック3つで、はい、トラックですね、セッションビューのクリップの再生停止も、ここで、はい、そうです、はい、なるほど。
になります。はい、今は2人でやってるんですけど、これが3人とか4人というようなセッションも可能なんで、はい、まあ、いろんな使い方ができるんじゃないかということで、今ですね、はい、こういうふうに実験をしてですね、はい、やっているといったような状況になります。うん、はい、なるほど、分かりました。すごいですね。というわけで、このデバイス、もともとどういうところからアイデアを思いついたんですかね。そうですね、こういうふうにさっき言っていたリンプの、ごめん、ちょっと変な動画が動いた。ちゃんとなんか見てます。はい、すみません。はい、はい、ごめんなさい。はい。そうですね、もともとはこういうふうな形でリンクを使ってですね、ローカルの、インターネット、ローカルの回線で、複数台のウェブトンライブを動かしたりとかしてたんですけど、やっぱりそれをその離れた遠隔地で動かしたいっていうのは、まあ、常日頃ちょっとアイデアとしては持っていたんですが、はい、今までは実、まあ、的にはちょっと難しかった部分がすごく多かったんですけど、はいはい、さっき言ったそのノード4マックスというそのウェブサーバーとそのデータを行き来できるような技術が今回マックスに入ったんでですね、はい、それなんでまあその技術をまあ駆使してできるその中川さんと一緒にですね、こういうふうな形で遠隔地でですね、ミティクリップをやり取りしながらやっていくというような方法を考えました。なるほど。なんか同じような機能を持ったコラボレーションツールだと、うん、ネットデュエットとかなんかいろいろあるじゃないですか。うんうん、そうですね、結構今ネットデュエットとかいろんなオンラインセッションのサービスとかツールって出てきてると思うんですけど、はい、今回このシェアメディア&パーティーの、まあ、すごいいいところはですね、そのオーディオに関しては一切送受信をしないというルールを決めたんですね。はい、でそれは一つはまあいろんなオンラインセッションの機能もそうなんですが、やっぱりそのオーディオを扱うことによって、うん、そこでまあネットワークの負荷であったりとかですね、データが大きくなったりとか、あとレイテンシーの問題ですね、うん、そういうふうにリアルタイムに何かオーディオをやり取りする、こういうふうなまあ Zoom とかもそうなんですが、オーディオをやり取りするというのはまだもうちょっと先になればですね、解決できるような部分があると思うんですが、今だとなかなか、はい、厳しいところがあるのでですね、まずそこは今回オーディオの送受信をしないというところでMIDIだけに特化させたというところは、はい、やっぱり他の、そういうサービスには逆にないところだと思いますし、はい、あとそのAbletonライブ自体はもともとはそのループミュージックであったりとかですね、そういうセッションビューを使ったループミュージックでこういうふうにやっていけるというですね、こういったまた他の DAW とは違うですね、使い方ができるところがですね、すごく今回利点になっていてですね、はい、そういうところを利用してやることによってですね、まあ、逆にその限定したその制限を生み出すことで、そのなんか創造性をアップさせるというか、はい、そういうところをですね、考えて今回その MIDI だけにやった部分があるので、他のなんかそういうサービスとはですね、ちょっとまた違うアプローチになってると思うんですね。うんうん、そうですね、なんかね、オーディオでこうリアルタイムでリモートでオーディオリアルタイムでやり取りするっていうのは、インタビューとか行くといっぱいやってるじゃないですか、もうでもすごいの、うんうん、それとはまた違ってこうミディでやり取りするっていう、しかも小規模で ちんまりじゃないね、うん、小規模で少ない人数でこうやり取りしながらっていうのも、これはこれで面白いというか、うんうん、ありそうでなかったツールだなと僕は思いまして、うんうん、はい。そのループミュージックなので、その一番最初の頭がまあずれてたとしても、その次のループで、こっちが再生してるものを相手側で再生してくれるっていう、そのお互いのところでちゃんとなってれば大丈夫だよねっていうような前提で、始まってます。うん、はいはい、なので、そこでインターネットのレイテンシーがあって、うん、なんでしょうね、こっちのリアルタイム性がちょっとずれてたとしても、うん、まあ、ループミュージックなので、成立していくので、なので逆にその絶対こうとかってそのネットを使ったセッションとかだと、はい、ネットワークの設定から結構複雑になってくると思うんですけど、いやもう回線がとかいう話になってくるじゃないですか。そうですね。でもそこある程度まあ弱くても大丈夫、はい、逆にどんな場所でも遊べるというか、はい、もう携帯のデザリングでなんかちょっと山の山頂行って、はい、ブラジルの人と通信するとか、はあはあ、言っても多分できると思うんですよ。あ、じゃあで通信するデータ量っていうのはもうそのぐらいの量なんですか。はい、でもそんな大きな、オーディオファイル扱えるから全然軽いですね。パケシとかしないやつですか。パケシ
まあ、どんぐらいやるかですね。でもまあそうですよね、右手だからそんなにでかくはないはい。と。なるほど。で、このシェア・ミディ・アンド・パーティー、頭文字取ると、そうですね。人たち、SMAP ですね。SMAP。まあ、これもちょっと赤川さんとはかなり、まあ、名称はかなり話し合ってですね、まあ、いろんな案出たんですが、やっぱりもうこれが一番いいということになったんですが、ベストですね。それなんで、やっぱりこのパーティーとかエンジョイするというような、やっぱりそういう要素はですね、この今の状況下だと、やっぱりすごく必要なことかなと思っていて、それなんで、やっぱりそういう名称は絶対ちょっと入れたいなというのはですね、こういう名称になって、まあ、海外だと、ね、この SMAP はそんなにあれなんです。まあ、日本だとちょっとしたまあインパクトは、もしかしたらたまたま偶然なんですけど、怒られちあゃうかるもしれないというような部分はですけどね。なるほど。で、この SMAP、これ開発する上で2人の役割分担っていうのはどんな感じで作っていたんですか？ですね、まずはまあ僕の方で全部企画とか立案とか、まあ、コンセプトとかですね、それ全体のまあディレクションの方をしてですね、でまあ、どういう、こういうことをやりたいというアイデアのもとに、まあ、赤川さん自体は一緒にですね、この公認トレーナー、認定トレーナーになった中で、あとまあ同じ中日の部分も一緒で、何か他人とは思えないですね、なんかそういう縁を感じてましてですね、黒潤、赤潤と。赤潤と、ね、そういう感じなんでですね、まあ、一緒に何かやりたいなっていうのはまあ思っていたんですが、今回、そういうノードフォーマックスの技術を使うという部分もあるんでですね、このアイデアを、赤川さんの方に投げて、こういう形で、できないだろうかという形で話してですね、プログラム全般、ウェブとかはですね、ウェブサーバーとかは赤川さんの方が担当して、僕がコンセプトとか、あとはデザインとか、あとは映像とかですね、全体のディレクションをやってるといったような役割で、まあ、基本的には2人のアイデアを混ぜてですね、やってるというような形になりますね。赤川さんはどうですか、最初このお話を。大黒さんがあれです、言い出しっぺいや、そうしっですぺですよね。ね。なんかメッセンジャーで急になんか熱のこもったメッセージが飛んできて、熱こもったというか、なんか結構勢いのあるメールが飛んできて、で、まあ面白そうですねってパッて返したら、もうすんごい返事早いんですよ。でも、もうその一番最初のメッセージのやり取りで、もう大体こうやりたいものだったりとかが、まあ共有できたので、そしたらもう僕も、まあすぐ作り始めて、で、こう何回かこうキャッチボールしながら、こういう機能あったらいいと思うとか、こういう時はちょっとここが、なんだ、コンフリクトしたよねとか、実際やってみて見えてくるそのバグだったりとか、面白みだったりとかがあったりしたので、そういうのをどんどんこう織り交ぜながら、まあ、やっと形になってきたなっていう感じですね。なるほど。で、今のバージョンはいくつになってるんですかね。今、ちゃんとカウントできてないですけど、でももう何回ぐらいだろもうう。でそもまあ、こです10回は行っね。てないかな。これ、どんぐらいの期間かけてここまで行き着いたんですか？そうですね、1ヶ月ぐらいですね、3月末とか4月ぐらいからなんで、これなんで、まあ、約1ヶ月ぐらいで今、ここまでだというような感じなんで、まあ、このコロナならではの、まあ、そういう状況を、まあ、利用したといったら、そういう形になると思うんですけど、結構早めの感じだと思うんですよね。ドイツ、僕すみません、プログラムの開発とか全然現場を知らないので、1ヶ月というのが長くはないな。どんぐらい短いのかちょっといまいち感覚つかめないんですけど。結構やっぱり、まあ、この時期なので、まあ、この先どうなるかっていうのはまだ誰にも分からないんで、やっぱり僕としてはやっぱりこういうふうに札幌に住んでるとか、やっぱりその遠くに住んでる人がやっぱりなんかこういうエイブルトンライブユーザーとどういうふうにコミュニケーションを取ったらいいのかというような形で、そういうふうにこういう機能が、こういう、シェアメディア&パーティーみたいなものがあれば、こういうふうにそのパッチを入れれば、言われていても一緒にセッションできるっていうのは、やっぱりこれからそういうものが一つあると、その制作の仕方が変わるので、そういうところでですね、いいなと。なるほど。わかりました。ではですね、じゃあ実際にちょっとそうですね。実演、していきましょうかね。ね、いつまでも喋ってんじゃねえよって感じなので。実際に。今、
皆さんがご覧の画面には僕のエイブルトンライブが映っています。今ちょっとね、はい、これで大黒さん、右半分大黒さん、はい、黒いスキン大黒さんですね。で、左側の灰色が僕ですね。はい、で今日これから今ですね、赤川さんと、はい、今僕札幌なんですが、はい、赤川さんの、京都のですね、はい、エイブルトンライブと実際にですね、さっきの、デモの動画のような形で、はい、ちょっと簡単な操作方法とこんな感じでできるっていうのをですね、はい、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ですね、こういうふうに小黒さんのフルスクリーンにしといた方がいいですか。あ、じゃあちょっと最初僕のやつフルスクリーンでお願いします。はいはい、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい。でですね、まずこの最初にやることはですね、このマック、あ、これじゃなかった。昔のやつでした。よいしょ。よいしょ、こっちですね。こっちのセンダーの今ですね、こういった、パッチになってまして、このセンダーというですね、このパッチを、ミディトラックに入れます。こういうふうにですね。そうすることで今の機能としてはこのズームのようにですね、このルームという機能があって、でここの名前をですね、自分と相手が同じ名前にすることで、同じ部屋でですねプレイすることができます。それなんで今はですね、最初にデフォルトはジェネラルになっているので、今日はちょっとこのままジェネラルでいきたいと思います。はい、で次にやることがですね、この自分のこのミディトラック、最初にですね名前は与えられるんですが、ちょっとですね、この名前だとちょっと分かりづらかったら、ちょっとやり取りがコミュニケーション取りづらいので、ここをですね、自分のちょっと好きな名前、分かりやすい名前にしてみます。ここですね、ドラム大黒。はい。あ、ドクターじゃないんですね。はい。で、こうやって打つと、はい、今ここはキリング・ルシファーみたいな感じの名前になってるんですが、はい、ここで名前を入れるとですね、ここが、ドラム大黒というように、はい、前になりまして、送信するトラックに名前が与えられます。はい、で次にやるのがですね、どういう音色を使いたいのか。今回はですね、このシアミディアンドパーティーの場合はですね、このエイブルトンの純正のプリセットをですね使ってやっていくというような形になります。もちろんサードパーティーとかも頑張れば使えるんですが、今回のですねプロジェクトとしては基本的にはデフォルトのプリセットを使っていくというような形で、今ですね、ドラム今回ちょっと今送りたいなと思いますんで、ドラムからですね、このライクラキットっていうのをですね、ちょっと選んでみたいと思います。それなんで、今やったのはセンダーで、ルームを決めて、送信のトラックの名前を決めて、あと自分の使いたい、音色を決めると。こういったことをやりました。それでですね、今度はですね、赤川さんの方から、受け取る場合はですね、もう一回このインサートのミディトラックでですね、ちょっと黄色にしますが、これで、レシーブをですね、こういうふうに刺します。あ、こっちじゃなくて、こっちです。こっちのレシーブをで刺します。で、今同じジェネラルになってるんでですね、今赤川さんの方で、今別な音色でですね、トラックを今作ってもらえてると思います。はい、そうですね、大黒さんがドラム作ったので、僕ちょっとまあシンセサイザーっぽい音、パッドっぽい音を足して、はい、ちょっと2人でセッションできたらなと思っています。なので、僕も今大黒さんがやったように、センダーをトラックに今置きました。はい、でそれで、僕の使いたい音は、オーケストラルスイープパッドっていうものをちょっと使ってみたいなと思います。今、差し込んだので、大黒さんの方で表示ってされてますか？はい。そしたら僕はですね、これで今、赤川さんが設定したので、このセンダーリストをですね、クリックすると、今はさっき僕が作ったこのドラム大黒があるんですが、今度、シンセ赤川っていう、赤川さんの方で作った、はい、トラックがこうやって現れました。で、これを選択すると、今、デバイスネーム何もなかったんですが、このオペレーターのこのオーケストラルスイープっていうような音色を使ってますよというのが、ここで表示がわかるんでですね、これを純正の中から探していくには、このライブだと、Command-F で、このサーチで探していくということができます。これでですね、音を探していきます。オーケストラルありましたね。このこれがあったんでですね、これを
ふうに指します。そうすることで今この黄色いトラックの音色は僕と赤川さん同じ音色を使ってて、この緑の方は僕から送信するやつなんですが、僕の音と赤川さんの音が一緒になっているというような形が最初の設定になります。でここからですね、まず僕の方で、キックの四つ打ちをですねちょっと作りたいと思います。で今赤川さんの方の画面は見えないんですが、僕の方で今空のミディクリップをちょっと作ってみたいと思います、はい、ここでダブルクリックすると1個出来上がってですね、で、じゃあ今何もない状態なんですが、はい、ここでですねキックをここで、よさかったです、こんな感じで、入れました。そうすると今ちょっと僕の方の画面しか見えてないんですが、はい、赤川さんの方にもですね同じものが今入力されています。そうですね、試しに、はい、じゃあ僕も覗き見してみましょうかね、レシーバーだけ入れて。あ、そうですね、覗き見をしてみてください、はいはいはい、そっちで今小安さんのやつ見れますかね、はい、僕も今レシーバーを挿して、でドラムオーグロをちょっと、はい、ドラムオーグロで、これですね、ライクラキットと、ライクラキット、はい、で今ちょっと僕はハット入れてみますね、はい、ですね、ちょっと僕の方は音をミュートしておきますね、はい、じゃあちょっとこんな感じで今、僕の方と小安さんの方、こういうふうに、はい、クリックするとですねこういうふうな形でデータが入ってますね、と思います。どうでしょうか、入ってますでしょうか。はい、来てます来てます。こういう形で僕の方でエディットしたものがですねそのままシェアできるというような形になるんで、はい、これで、ミディクリップの再生ボタン、再生を押すとですね、ちょっと今、ああ、僕の方も動きましたね。はい。で、停止を押すと、小屋さんの方も、はい、岡川さんの方も、はい。はい。はい。で、まあ、というような形で相手に送信、ミディクリップを送信すると。今度はですね、赤川さんの方からデータを送ってもらいたいと思います。はい。はい、じゃあ僕、覗き見しますね。はい。はい、ではさっき大黒さんがやられたと同じように、空のクリップ今作りました。はい、こっち出来上がりました。はい。そうしたら僕もちょっとこれに適当にコードを入れていきます。はい。あ、聞きました。こういうふうに、今僕は何もちょっと触ってないんですが、今このデータが現れたのは赤川さんが向こうで入力したものになります。はい、あ、来た来た来た。で、はい、僕の方で、小説の頭にこのミディを持っていきたいなと思うので、ちょっと僕ので今編集しています、はいはい。で、それが大黒さんの方でもリアルタイムで右の位置だったりとか、うん、ちょっと右長すぎるかなと思って、こうやって短くすると、うん、大黒さんの方でも自動でそのミディの長さまで含めて共有されていることが確認できるかなと思います。はい。はい、そしたら僕の方はちょっと軽くドラムを鳴らしておきますね。うんうん。こんな感じで、はい。これでまあリアルタイムに、これのいいところはオーディオだとやっぱりその音質が悪くなったりとかそういうふうなストレスはあるんですけど、はい、このようにMIDIベースだと自分の環境はいつもの環境で音を聞けるので、うん、そこの音のレイテンシーとか悪さのストレスがないっていうところがやっぱりすごく制作しやすいなっていうところもあります。うん、なるほど。じゃあ僕もちょっと新しいクリップを作っていきますね。はい、じゃあ2つ目2番目にお願いします。はい、それで今2つ目ができて、あ、できましたね、はい、はい。ちょっと音が低いな、ちょっとオクターブを全体的に上げちゃおう。今これで共有されているのはMIDIクリップの情報だと思うんですけど、はい、同時にちょっと今この元々のオペレーターの設定だとちょっとアタックが遅かったりとか、うん、リリースが長かったりとかするので、はい、ちょっとテンポ感を出すためにオペレーターの設定、ちょっとアタックとリリースとかを調整していきたいと思います。はい、じゃあこっちちょっとアタックを出しておきますね。はい、今これは赤川さんの方の
オペレーターのデータがここから来るってことです。はい。はい。では、僕側ではオシレーターの、A のエンベロープをちょっといじっていきます。これ動いてますね。あ、来ましたね。動いてますね。リリースクリーンのアタックが。ですので、さっき言った通り、こういうふうに MIDI でアサインできるところは、こういうふうに相手にデータにデータとして送れると。はい。うん、は結構、アタックとリリースを短めに。ちょっとアタック感出すために、リケイちょっと短くして、はい、サスティンもちょっと低く してあげて、いい感じですね、ちょっとリズム感を感じやすいような感じのものに今していました。はい。おそしたらですね、今度ちょっと僕の方で2つ目のですね、はい、このままコピーして、さっきのベタ打ちだったので、ちょっとこの辺をですね、スネアのベロシティとかですね、ちょっといじりたいと思います。でこれはグリッド外せばですね、こういうふうに個人のデータは自分なりの配置にもですね、もちろん置くことができます。ちょっとこれでトラップのやつですお。ちょっとリズムを変えて、はい、でこれでまあ僕がプロデューサーみたいになって、うん、あークロジョンさ、もうちょっとリズムとかさ、もうちょっとですかね、四つ打ちでもいいんじゃないとか、なんかそんなこともできるわけですね、はい、そうなると例えばここのノートのリバースとかインバートを使って今のこのパターンを、はい、おーこういうのどうですかね。ちょっとまた戻します。これインバートをしたりとか、まあこういうような感じで、今やっているこのデータが相手にもですね、同じ形で反映されています。うん、そしたらですね、これで。で基本的にその MIDI クリップの MIDI 情報プラスデバイスのパラメータ情報まで含めて共有できるので、大黒さんがまあドラムいじってる時に僕はこうやってちょっとフィルターをフリクエンシーをいじったりして遊んだりとかできるわけですね。僕もちろん僕側でも同じトラックが走ってるので自分で聴いてる音もこうフィルターがかかったりとか動いてますね。はい、聞けるんですけど、その、僕のノブを動かしている情報が含めて、うん、小倉さんの方に飛んでるので、はい、そうですね。それなんで、あとこのミキサーセクションで言うと、このここで言うとですね、このパン今ちょっとここパンも行きますし、はい、あとこの、まあ、今ちょっと大きくしたり小さくしたりとか、こういうようなボリュームの情報、あとはこのセンド AB、まあ、リバーブをかけたりとか、はい、も相手に全部同じく、はい、センドこれも動いてますね。はい、こういうデータも、それなんでもうちょっと思い切った使い方をすると、Ableton Live ではこのオートメーションという機能がありまして、まあ、パラメータロックみたいな機能なんですけど、例えばですね、これはちょっとちょっとなんて強引なやり方になってしまうんですが、こういうふうにですね、こういうような形でオートメーションを、はい、覚えさせておくと、まあ、このデータちょっとタイミング的に難しいところがあるんですが、こういった形でですね、覚えさせたデータも相手に送ることが可能になります。今多分小屋さんの方で僕の、はい、トラックの部分のミキサーセクションのこのセンド AB とか、はいはい、これは動いてると。動いてます、動いてます。こういう形でですね、相手に、はい、これはライブならでは、はい、さあさあ YouTube をご覧の皆様、どうでしょう、質問とかあればチャットボックスの方にどんどん投げてくださいね。はいね、質問、はい、後で答えますから。そうですね、そしたらですね、ここで、そしたらもう一回ここで今2人で発動だけなんで、ちょっとメロディー少し入れたいなというふうになった時に、はい、もうこのライブの場合は
再生をストップさせないでですね、もうカメラを止めるなんて感じで、映像と内部を止めるなって感じでですね、トラックをさりげなく盛り込んできましたね。僕も地味にクリップを新しいの加えたりして、はい、自分なりにちょっと遊んでます。あ、本当は増えてますね、確かに。じゃあですね、ちょっとピアノを入れたいなと思うんでですね、僕の方でセンダーを1個作るので、赤川さんの方でもう1個ちょっとレシーバーを1つ教えて。はい、了解しました。それなんで、普段はセッションをやるときはですね、こうやって Zoom とか Discord とか、まあ、いろんなチャットソフトがあると思うんですけど、そういうものを裏でつなげておいてですね、キーとかテンポとか、あとまあこういうふうに話しながら何をするかっていうのをですね、やりながらやると、はい、さらにコミュニケーションが取れるんじゃないかなというふうに、ちょっと今ピアノを一個ですね、こちらやりたいと思います。これでこれさっき僕がガヤでプロデューサーっぽく入れたんですけど、本当にプロデューサーの人とかにもこれね、入ってもらいながらやるのも、そうですね、そうです、聞きながらピアノ、じゃあ僕ピアノ準備、はい、1個トラックを足します。はい、で準備して、はい、で今ちょっと、はい、見つかりました。今は C マイナーですよね。そうですね、はい、C マイナースケールでやってます。はい、あ、グランドピアノで、はい、こんな感じでちょっと簡単なコードを入れてみました。こういうような形で、まあ、トラックを止めないで増やしていくことも、でこういうふうにコピーをして、例えば。いいですね。あ、今、ちょっと一つ質問来てるんですけど、後の方がいいですか？あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？今来てるのがですね、ウェーブテーブルの、はいはい、とかの、シンセのパラメーターとかも共有することができるのでしょうか。はいはい、例えばこう2人で共同で音作りするとか。うんうん、ですね、2人で共同ではできないんですけど、はい、こっちからウェブテーブルもですね、ちょっと今ピアノの音、じゃあ赤川さんのサンプラス系のやつ、はい、ウェブテーブルにちょっとしますね。はい、インストメンタルで。ウェブテーブルにして、こういうふうに、まあ、ウェーブテーブルがこういうふうに、あ、今スノーウェーブテーブルですね。はい、スノーウェーブテーブルで、はい、こっちから送れるのはですね、このコマンド M したときにこういうふうにですね、MIDI でアサインできるところが今のところ入れるパラメータになるので、はい、本当はですね全部送れるといいんですが、このあウェーブテーブルのこの何の波形使うかまではまあですね、実はそこはですね、はい、右でアサインできないので、はい、ここは選択実はできないんですよ。はい、なので今ここで色が変わっているとこのデータはですね、ちょっと難しいんですけど、大黒さん、マイクが聞こえないっす。今どうですか、聞こえますか？はい、大丈夫です。あ、はい、もう一つ説明します。はい、ウェブテーブルはこういうふうにですね、コマンド M を押すとですね、はい、この形で右の値が、はい、この部分がですね、送れるセクションになるので、はい、こういったですね、右のアサインできない場所は実はちょっと送れないので、はい、こういうところですね、こういうところでちょっとサポートされてない人も、僕らも、触れない、あ、こういう波形選ぶところは共同でできないということですね。はい、だからもう言葉でこの波形選んだというような形にしたらちょっとなると、はい、で、はい、こういうふうにコンセプトで最初に音をあらかじめ作る、そこから入れる範囲でいじるというようなことが、ただですね、こういうアナログとか、はい、コリュージョンとかですね、はい、テンションとか、
オペレーターは全部あの数値入れるんで、こういうのはですね、はい、想像で音を作っていくことができる。あ、なるほど。シンプラーとかですね、はい、こういったオーディオも扱うようなものですね、こういうのはですね、ちょっと新しい申請に関しては右で、はい、そういうところもあるので、はい、そういうところはできない。なるほど。つまりあのあれですね、オートメーションかけるところは共同でできるけども、そうじゃないとかできないと。はい、ありがとうございます。他にもう一個あったかな。あ、もう一個質問ありましたね。ありがとうございます。これ後でお答えしますね。これは、はい、あ、それなんで、例えば、はい、そのスケール感とか、そのやるときのやり方として、今僕と、赤川さん、僕はプッシュが、はい、そのときにですね、プッシュを、まあ、触りながらとか、触りながらやってるんですが、はい、がその音楽をやるときに、やっぱりそのキーを揃えたりとか、そういうような形でやっていくと、まあ、さらにセッションしやすくなるので、はい、そういったあのものを使うとですね、さらにセッションしやすくなるかなというふうにやってて、はい、今ピアノ弾いてるのは、あ、どちらですか。両、はい、あ、黒潤の方ですね。こういうような形で、うん、はい、こういうトラックを聴きながら、まあ、これも録音して、ここは相手に言っててちゃんとデータが、はい、あ、あとこのもう一つの方法としては、まあ、キャプチャーとか、まあ、こういうふうに絡むところで、こうやって弾いた後にキャプチャーをすると、はい、こういうふうにですね、データ、あ、どっか行っちゃったな、ごめん。あ、ここに来てますね、一番上のクリップに。一番上の、あ、一番上ですね。はい、ちょっと、もう一回やりますね。そういうふうにですね、キャプチャーをしたりとか、あとそういうエブルトンではいろんなですね、最近のパックだとあの、はい、フレックスグルーヴとか、いろんなマジェンタとかですね、いろんなあのミディを生成するクリップを生成するものがあるので、例えば今赤川さんのこのクリップをそのまま僕の方のピアノに持ってきたりとか、はい、ミディなので、はい、そういった、まあ、新たなですね、どんどん作曲の仕方っていうことももちろんできるんですが、基本はこういうふうに自分たちで、こういうふうにですね、自分のトラックを相手の、トラックを聴きながらセッションしていく、まるで、まあ、バンドのような感じのようなですね、うん、セッションができるんじゃないかなと思います。はい、面白いですね。なんか、なんでしょう、こんな簡単にMIDIデータをポイポイやり取りできるというのは。はい、僕今大黒さんが喋ってる間にちょっとシンセのパターンを変えて、はい、ちょっとそうなんです、メロディアスな感じにしてみましたよ。あ、なるほど。そうやってやって、こうおの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 こう共同作業みたいな感じで。そうですね、はい、じゃあ僕ちょっとこれでドラムをちょっとミュートしますね。はい、頭だけこういうふうに、フィルターで遊んでます。あ、フィルターはこれはやっぱり一番いいのは、やってて楽しい、本当に純粋に楽しいというかですね、はい、結構あの、まあ、開発の時もこうやって赤川さんといろいろやるんですけど、はい、まあ、やってるとですね、もうあっという間に時間が経っていくっていうのが、はい、一つあるのと、はい、やっぱりこういうふうに相手がどういうふうなプロセスで音楽を作っていくのかとか、うん、あ、こういう音を選ぶんだとか、そういうのって意外と普段はあの相手に見えない部分だったりとかするので、はい、そういうところがですね、結構あの相手のプロセスが見れるところがとても面白くて、まあ、それが刺激になったりとか、あ、こういうあの時間をかけて音色を選ぶんだとか、うん、そういうのがですね、見れるのがすごく面白い部分だありますね。はあ、面白いですね。ズームとかでつなぎながらね、こうダラ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 じゃないあの、うん、ゆっくりとね、いろいろ作っていたり。さて、というわけでですね、そろそろ質疑応答の時間に移りたいかなと。はい、こんな感じで、はい、じゃあ終わり、はい、思いますか。はい、大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございます。あ、じゃあ僕もこの自分のトラックを停止します。はい、そうすると停止したっていうのもちゃんと、はいはい、僕の方もそうですね、クリップは止まってますね。はい、はい、止めます。はい、これ止まってセッション、はい、はい、止まりました。はい、はい、お願いします。はい、というわけで、いただいた質問と聞いていきたいと思いますが、まあ、すごい、ごめんなさい、はい、そもそもの話ちょっとしていいですか。はい、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 ごめんなさい。今僕と小黒さん2人でやってるじゃないですか。ええ、でもこれが要は2人じゃなくて全然もっと複数人でできるんですよね。ですよね。はい、はい、今小安さんが僕のデータを、はい、受けてくれてたように、はい、僕のデータを小黒さんと小安さんが受けてて、うん、で3人でこう送り合うことができる、はい、で途中から小黒さんもセンダーを2つにしましたけど、うん、僕も2つにしたりとか、はい、あとはそのジェネラルっていう場所があるのでそこに入ると、うん、なんかもう誰でもこうアクセスできるんですよね、はい、そうなった時に不特定多数の人とシェアできる、はい、一緒にセッションできるっていうのは結構面白いかなと思っています、うんうんうん、なるほど。でまあ不特定多数の人にセッションされる分なのでいきなり全部消される可能性もあるみたいなそうですね、もうそうですね、そこはね、思いやりといろいろ優しさで、はい、はい、うんうん、まあでも面白いですね。そうすると人数制限で何人ぐらいいけるんですか、人数とか大体セッションの数とか。結構今その辺のテストをやっててですね、はい、今まあこのウェブサーバーを作ってそこでデータを送って、まあ、ありえない量のやつを流し込んだりとかしてやってるんですけど、はい、まだですね正直どのぐらいかっていうのはですねまだ実は何人っていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、あ、なるほど。ただですね結構いけるんじゃないかっていうのが今の、うん結構のニュアンスが難しいですよね結構の例えばこれは1000人入ってみんなでやるとかってなるとちょっとどうなるのかなっていう感じなんですが、うん、例えば100人とかであればもしかしたら耐えれるんじゃないかなとか、うん、はい、ちょっと今そういう検証もしてる最中ではあるんですけど。なるほど、はい、わかります。ではですねちょっと質問いただいているのでこちらの方ですね、まずじゃあ一つ目、ミディエフェクトを追加しても反映されますかと。そうなんですよ。これいい質問でですね、ちょっと今、はい、の共有をするんですけど、はい、例えばさっきプッシュを使ってですね、いろいろキーをやりたい場合ってあるじゃないですか。はい、でそういう場合ってエブルトンの方だと、まあ、スケールのミディエフェクトがあるので、こういうものを最初に、はい、あたかにですね、お互い同じミディスケールを入れとけば、はい、いろいろ弾いてもですね、スケールが合わせてくれるっていうことが可能なんですけど、はいはい、この今回のですね、このパッチはですね、この次のパッチにしか弾かないので、例えばこの並びが同じであれば、ここは弾くんですけど、はい、ここは弾かないと。これはもうちょっと仕様の段階でそういうふうになってるんでですね、はい、レシーバーか、その、センダーの次のパッチが、はい、同じであれば、そのメディアサインできるところを送れるっていうような仕様になってます。うんうん、なるほど。つまり、現状では使えない。そうですね。エフェクトはちょっと、させるんですけど、まあ、ちょっといろいろ。はい、はい、はい、はい。何ですか、赤嶋さん。そこに関してだと、はい、要は、今、小黒さんが見えているそのグランドピアノっていうのも、いろんなその、デバイスが一つになって、うん、グランドピアノっていうデバイスになってるじゃないですか、うん、でそれのいろんなパラメーターがそのマクロっていう形で、うん、8つのそこに並んでる、パラメーターでいじれるようになってると思うんですけど、要は、エイブルトンじゃないな、この、スマップセンダーの後ろにあるデバイスの中に、うん、そのミディ、エフェクトも含めちゃえば、あ、ラックの中に入れるってことですかね。そうです。だから結構簡単に言うと、タータリーの、はい、例えばネイティブさんとか、そういうプラグインあって、それを例えば使いたい場合とか、どうするかというと、こういうふうに、例えばこういう FM8 とか、まあ、こういうふうな、あ、これは出てないんですね。こういう部分であれば、この前に、こういうふうなですね、コンフィグで、こういうふうな形で、いろいろデバイスを作った、これを、お互い同じものを作れば理論上はデータがいくというような形になるので、ただこれを話し合いながら作るっていうのは結構
大変なので現実的ではないかもしれないんですけど、こういう決まった定型のものを作っておけば可能ではあるというような感じでありますね。それはミディエフェクトの話。デバイスの方です。デバイスの今、はい、話なんですけど、例えばこれ、例えばですね、これ FM8 だけだと、今 FM8 の図は出てます？この、はい、出てないです。そうですね。そうですね。こういうふうな形で、コンフィグを作ると、ここであのデバイスのマクロみたいなようなものを AV とは作れるんで、こういうふうにですね、使いたいパラメータをアサインしておけば、これを相手も同じ、これを同じものを作れればですね、このデバイスがここを動かせば相手のここも動くというような感じなんですけど、はい、そうですね、これを作るのが、この意思の疎通が結構大変かなというふうに思うんですね。はいはいはい、そうですね、質問者の方は、ミディエフェクトを前に追加しても使えますかということだったんですけど、そうですね、そこも意思の疎通がって感じですね。はい。はい、ちょっとなんか、はい、答えになってないかもしれないです、はい、なのでラックに含めちゃえば、ラックに含めちゃえば動くけど、ね、まあでもそのラックを共有、うん、2人で共有しないと、同じ音が出てこないという感じですね。そうですね、そうです、はい、はい、なるほど。というわけでですね、はい、これもう1個あるかな、ありました。はい、で、もう1つですね、質問。はい、すごい面白い世界ですね、素敵、途中から見たんですが、これってもう一般ユーザーでも入手可能なんですか？はい、いい質問ですね。素晴らしい。今ですね、僕らも製開発中になりまして、はいはい、今はですね、ちょっとまだこのですね、パッチをダウンロードすることはできないんですが、今僕らもウェブサイトをですね、ちょっと作ってまして、こちらの方からですね、まあちょっと今のところいつかっていうところはちょっと今いろいろな検証をしてやってるんですが、まあ、なるべく早い段階でこれをですね、皆さんにお使いできるようなことを今頑張ってやっております。目指しているのは今月中今月ですね、今月中にローンチできるといいなという感じ、うん、ローンチしたいという。そうですね、はい、それはもうダウンロードも含めて。そうですね、ダウンロード、はい、そのタイミングで、はい、そう今ちょうどパーティーのねところ開いてて思ったんですけど、シェア、今までここまでやってきたことってシェアミディじゃないですか。はいはいはい。でそのパーティーの部分って、今もパーティーってページ出てますけど、 そのパーティーって何すか？このパーティーは、まあ、基本的には僕らはこういうふうにエイブルトンユーザー同士で遊びたいなっていうのがあって、はいはい、やっぱりこういうふうに家出れないとか、こういう自宅で何かしないといけないっていうことはやっぱりまだ長く続くかもしれないので、はい、例えば、まあ、これは、まあ、実験の一つなんですけど、例えば、こういうふうに、今、日付を出しておいて、この時間に、まあ、このルームネームに入ってきてくれれば、一緒にセッションできますよというような形で、ははは、その不特定多数の人でも、一緒にプレイをできたりとか、あとは、本当にこれを通してライブとか制作のプロセスを YouTube ライブで配信したりとか、はい、そういったなんかプロセスを見せたりとか、なんかそういう、まあ、みんなでコミュニケーションできるような、何かそういう簡単な場所をですね、ちょっと作りたいなと思ってまして、はい、それがですね、ちょっとこのパーティーというような形で、まだ本当にもう簡素なものなんですが、はい、そういうものをちょっと考えてはいます。なるほど、これ、まあ、SNS 的な機能なんですかね。そうですね、まあ、音で語り合うというかですね、はい、不特定多数の人たちが、まあ、こういうふうに誰かがやってるトラックを、その例えば1時間だったら1時間の間何か一緒にプレイしたりとかするっていうのはですね、はい、そういうちょっと実験の場というか遊びの場をちょっと作りたいなと思っています。おー、素晴らしい。なるほど、うん、ありがとうございます。ということは、まあ単なるこれコラボレーションツールを配布するだけではなくて、待ち合わせ場所みたいのも作って、うん、こうコラボレーションとか、まあ何かしらのこう共同作業の促進みたいな、そういうところも、まあ、あるわけですね。そうですね。そういう意味も含めてのパーティーと。そうですね。はい。多分こ
小林さんの、MT とかでも話したことが小林さんあると思うんですけど、はい、そのエイブルトンライブ の, そのループというベルリンとかで、はいはいはい、イベントで、まあ、ベンさんとかこのミュージックイズコミュニティというような形で、はい、まあ、音楽はコミュニティ今後なっていくんだというような話を基調講演でされたかと思うんですけど、はい、まあ、こういうような形でその今僕らがこういうふうにリモートワークが必要になった世界で、まあ、何が必要なのか、はい、どういうふうに音楽を楽しんでいけばいいのかというところがやっぱり僕らもすごく考えているところになるので、うん、まあ、こういった、ツールとあとその場所を得て、まあ、どういうふうに新しいなんか遊び方とか音楽の楽しみ方をやっていけるのかなというのを考えるきっかけになればいいな と, ちょっと思っています、はい、うん、素晴らしい、楽しみですね、今後どうなっていくか。ですね、はい、なので、ね、エイブルトンミートアップ東京でも、全面バックアップという感じでいろいろやっていきたいですね。ありがとうございます、はい、さてもう一個質問が来ております。同一トラックにセンダーとレシーバーを入れるとどうなりますか。そのトラックが双方向になるんでしょうか。やったことあります。そうですね、じゃあ僕から回答させてもらうと、はい、今のところそういうふうにはならないです。そうですね、今の仕様だともうセンダー、もう送る側とレシーバー側、もう、方向が一定方向にすることで結構そのやり取りを簡単にしてる部分はあるんですけど、そうですね、でも確かにその双方向の需要ってありそうな気は確かにしていて、はい、で今その作ってるそのセンダーとレシーバーの仕組みだと2つ足しただけだとそういう機能はしないんですけど、まあちょっと今後そういう双方向用のデバイスを別で作って、はい、そうですね、そこでまあルームネームは入れて、でトラックネームをまあ、同じトラックネームにしておくとお互いのパラメーターが、双方向に送り合うような、はい、ことができるようなデバイスを新たに作れば、うん、できるような気はしています。うん、両方いけたらなんかすごい最強って感じですね、確かに、うんうんうん、センダーもレシーバーとかの概念もなくなると。そうですね、うんうんうん、技術的には可能なんですか、そういうのは。多分可能だと思うんですけど、はい、そのジェネラルとかで不特定多数になった時の、うん、双方向となると結構またそこで、ややこしくなってくる部分が多分あるかなと思っていて、はい、そこら辺がちょっと懸念点ではあるので、はい、まあ本当ルームを作って、まあ、誰かと1対1でやるときとか、まあ少人数 5人ぐらいでやるとか、そういうときに、うん、使う分にはありかもしれないですね、はい、なんかその双方向にすることによってこうなんかループとかが生まれちゃうとちょっと怖いなと思っていて、はい、あ、そうですね、ミディループとかになるとすんごと出ますからね。そうですね、そこら辺の検証をした上で最終的にできそうだったら、はい、作ることができるかもしれないですね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、他にありますか、質問とか今なんか聞きたい方ことある方、じゃあもうちょっと範囲広げて、まあ、このスマップ以外でもね、せっかくこのエイブルトン認定トレーナーが3人揃っておりますので、何かエイブルトンに関する質問等々ございますかって言っても反応返ってくるのがまあ 3,40 秒かかるんだよね。はい、なんで、まあ、ちょっと間を取りつつ、うん、今後の展望とかは何かあるんですか、今後のこのサイトをこうローンチした後とかの。そうですね、一応まずはこのいろんなエイブルトンユーザーの人に使ってもらって、まあ、遊んでもらうというのが一つあるんですが、はい、今ウェブサイトの他に、ツイッターとかですね、そういうアカウントも用意しているので、まあ、そういうところの情報をもとに、まあ、どういうことができるのかって、僕らも結構いろんな形で実験しながらやってるんでですね、はい、いろんな人のフィードバックももらいたいなと思いますし、はい、この今オンラインセッションこれからどうなるのかっていうのもすごく気になるところなので、まあ、そういう、まあ、一つのノウハウになればいいなと思ってます、うん、はい、なるほど、わかりました。質問もう一個来ております。畑さんより、店舗チェンジは反映されると思うんですが、最初の店舗は合わせとかないと、要するにあれですね、店舗とかのやり取りどうしてんのかという話ですかね。そうですね、これさっきちょっと話し忘れたんですけど、はいはい、動機は実は取れていなくて、うん、最初に、
店舗とスケールは、まあ、話し合っておいて、自分たちのここの、はい、マスター店舗を決めとくっていうようなことは一つ作業としては重要なんですけど、はい、でこれはやろうと思えばできたんですけど、そこは多分人間のコミュニケーションでした方が逆にいいんじゃないかなと思ってですね、はい、そこはあえてその強制的に店舗を合わせるっていうことをしないで、はいはい、話で話し合ってくださいというような感じですね。なるほど、そこはあえて、人力でやってくださいと、はい、うん、多分エブートのリンクを使ってる前提で多分店舗前提が反映されるっていうふうに想定されたと思うんですけど、はいはい、実際にはこれは一切そのエブートのリンクの機能は使ってなくて、はい、もう本当にこう右データを、まあ、取得してサーバーに投げて、うん、でサーバー側が そのグループのやつらにこう同時にこう配信するみたいな感じなので、はい、うん、そうですね、店舗は、反映は今してないですね。なるほど、うんうん、じゃあ動機とかもこれは取っているわけではないんですね。そうなんで、はい、自分の部屋ではちゃんと聞こえてるんですけど、はい、それを相手と聞いた時にはずれてるというような感じに、はい、うんうん、なるほど、まあでもその方がいいのかな、こういう場合はあえて。そうですね、うんうん、そこがこうやっぱりエイブルトンが得意なこうループミュージックだからこそできるその遊び方だなと思っていて、はい、その小説の頭のタイミングがそれぞれ違ったとしてもその展開していく感じっていうのを多分共有して、はい、それでこう楽しむことは多分できると思うんですよね、はい、で、ま、そこの、はいはい、超リアルタイム性を重視するといろいろこうやっぱり制限がかかってくるので、逆にそこを省いた上で楽しめることはないかなっていう感じで、うん、今の感じに落ち着いてる感じですね。じゃあここからじゃあボーカル入れたいとかギター入れたいって場合はどうぞネットデュエットを使いくださいみたいな、うん、そこのそうトラックはネットデュエットを使いください。まあでもその方が住み分け的にはねいいかなと思いますね、うん、実際オーディオのやり取りやるとすごいねデータ量とかいろいろあるから、ね、簡単な話なんで、多分さっきちょっと説明、はい、なかったんですが、こうやって例えばセッションこういうふうにやっていて、このライブの場合はこういうセッションビューとアレンジメントビューって2つここで切り替えると思うんですけど、はいはいはい、例えばこのセッションしているものをアレンジメントビューにしてこのままアレンジメントビューの方で記録していくと、その各々のミディトラックがこういうふうに出てくるので、セッションが終わった後にこれをまた新たに編集するっていうことで曲の構成をまた細かくできたりとか、はい、後で再編集できたりとかそういうこともできるんでですね、はい、こういうこともやるとあるのかなと思います、ね、なるほど。質問がもう一個来ております。ですね、エイブルトンでの質問ですが、ミックス作業で気をつけている点は何ですか、あとミックス作業に入れるプラグインのおすすめはありますか。長くなりそうだな。簡単に言うとですね、はい、大木さんお願いします。いろんなまあやり方があって、まあ、何が正解っていうのも多分あるとは思うんですけど、はい、例えばこのシェアミディ&パーティーで言うと、やっぱりそのセッションなんでバンド演奏とかってやっぱり結局誰か一人大きい音を出して誰かがちっちゃかったりとかするとダメじゃないですか、はい、やっぱりそのアンサンブルっていうのはその音のハーモニーが必要になるので、相手の音をちゃんと聞くっていうことがやっぱりまず一つ重要だと思うんです、はい、それなんでこういうふうにボリューム、さっき僕らは結構ボリュームほとんど上がってなかったのは、はい、まあ、このズームのシステムのせいとかもあるんですが、やっぱりその相手の音をちゃんと聞いてそれに合わせて音量を作っていくっていうのが一つ重要だと思うので、はい、その相手音量を聞けるっていうのが結構ミックス作業にすごく似てるような気がしているので、うん、そういうところを気をつけるとなんかそういう作業がやりやすくなるんじゃないかなと個人的には思っています。はい、赤川さんはミックスとかも自分でやるんですか。やりますね。そうですね、でも何でしょうね、何だろうな、すごい僕なんでしょう、波形的にすごいシンプルなものを使ってて、はい、サイン波とか、サイン波とか、はい、僕スオペレーターから曲作るのが好きではい、はい、基本的にそのスオペレーターサイン波から始めてキックとか作ったりして、なのであんまりそのなんだろうな、周波数帯的にこう複雑な音を持ってない音、はい、
とかでこう結構作ったりしてるので、なんか自然とその住み分けはしやすいような音楽なのかなと思っていて、なのでそうですね、最終的にトータル、ミックスみたいな、トータルミックス、最終的な、メインでちょっとなんか全体的にちょっといじるぐらいな感じですね。はい、あのそうですね、僕も結構自分で、あ、まあ、自分の曲は全部自分でミックスしてるんですけど、僕もミックスでまず気をつけるところって音量なんですよね。あの結構ミックスの話になると急に EQ コンプから始まっちゃう人いる、多いかなと思うんですけど、これね、認定トレーナーの草間さんも言ってたんですけど、まずあのフェーダーだけ使って音量だけでバランスを取ると、ミックスの第一歩で、その次ですね、パンですね、パンを振って、楽器ごとに居場所を作ると。で3番目になってやっとその周波数とか時間軸とかで EQ コンプが出てくるかなと思うんですよ、ミックスの順番としては。でここ間違えちゃうと結構沼にはまっちゃうかなと。なので僕ですね、ミックス作業でまず気をつけるところはこの順番をきちんと守ると、音量から定位、その後に周波数と。でミックス作業に入れるプラグインのおすすめはありますかというのがあるんですが、大黒さんは何かあります？おすすめプラグインですね。結構僕もあの最終ミックスはあの他のサードパーティーとか使うことが多いんですけど、だからやっぱりあの自分 の, あの仮のミックスするまでは意外とエイブルトン の,、はい、あの純正のプラグイン使うことが多くて、EQ8 とかあとブラコンプレッサーとか、あとユーティリティ結構僕使って、やっぱりさっき の, そのパンとか音のあの定位の部分でよくあの便利なんで使うんですけど、意外と純正でですね、かなりいいところまで追い詰めることができて、でそういうような形で一つのものをですねじっくり使ったりとかすると、それの特性とかそういうものが出てくると思うのでですね、オーディオのあの純正のプラグインでもですね十分にあのミックスはしていけるんじゃないかなと個人的には思っています。なんでも9点ライブ 9.5 あたりからあの EQ とかも随分音良くなりましたからね、コンピとかも、ね、赤川さん何かありますか、ミックスの。そうですね、僕もそうです、サードパーティーのやつをあのぶっ刺しちゃって、結構もう自動任せでやっちゃうようなことが多いですね。あ、赤川さんの、あ、大丈夫だ。あ、でも赤川さん回線大丈夫ですか、なんか止まり気味でしたけど。止まり気味ですか。あ、今大丈夫です、大丈夫です。はい。はい。どこら辺のプラグイン使ってんですか。アイゾトープとかですかね。おお、やっぱ僕もアイゾトープですね。はい。僕も使ってますね。あ、やっぱりみんなアイゾトープ使ってんじゃん。あと僕プラグインアライアンスを結構よく使ってますね。あ、そうですね。安いんで。あと MS とかはプラグインアライアンスとか出来がいいかなと思います。そろそろ時間なんでね、最後の、質問なんですけども、はい、エイブルトンライブ初心者がリモートで教えてもらうときとか、スマップ使えますかと。いい質問ですね。これ、はい、最後に実は言おうと思ってたんですよ。はい、さっきあの僕らパーティーとか、まあ、そういうふうに遊ぶ場所でもこれを想定してたんですけど、もう一個その使える場所として、まあ、考えてるのがこのオンラインレッスンとかの場なんですね。はい、だからさっき見たくその、先生と生徒みたいような役割になった時に先生と一緒にセッションしたりとか、先生 の, そのパラメーターを見てそれを真似て一緒に、レッスンを受けるとか、そういうこともですね多分この SMAP だと可能かなと思っていてですね、なんで今はあの多分これを使ってそういうオンラインレッスンの場所をつければ多分今この質問された方の言ってるようなことは可能なんじゃないかな。はい、うんうん、そうですね、使えそうですよね。曲の作り方を教えてくださいとか、それ系だといけそうな感じしますね。はい、ありがとうございます。ではですね、ぼちぼち、時間なのでちょっと締めに入りたいかなと思うんですが、大黒さん、加賀さん、なんか他にスマップの他に告知とかなんかありますか。なんか加賀さんのビデオ1個もらってた気がする。ああ、でもあれ告知でもなく自分のライブ映像でしたね。そうそう、はいはい。じゃあそんな、じゃあこう貼っときましょう。赤川純一さんの、ああ、じゃあ暇な時に見てもらうためのリンクを貼っときましょう。はい、あ、貼っときますよ、じゃあ僕が。ありがとうございます。
はい。あと、あれですね、スマップのツイッター今はい。貼っておいたんでですね、もしよかったらですね、ちょっとアカウントフォローしてもらえれば、ローンチとかですね、その辺の情報も含めてはい。流せると思いますんで、はおい。願いします。はい。あとあれですね。初心者がもっと参加できるイベントとかも機会があったらまたやってほしいです。はい。やりたいですね。なんでしょう。なんでしょうね。オンラインとかでね。はい。ちょっと、このね、ホームエディションも、まあまあ、まだコロナ続く間は続けていきたいと思いますので、はい。ちょっとやっていきたいと思います。他ありますか？告知等々。大丈大夫で丈し夫ょうでか。はす。い。はい。というわけでですね、では次回のですね、エブルトンミートアップなんですけれども、今度はですね、スペースオービットから無観客のウェビナーですね。ウェビナー形式でお送りしたいと思います。次回はですね、ちょっとですね、豪華メンツというか、はい、なので、有料になってしまうんですけど、有料ウェビナーという形で5月30日、はい、まあね、場所とか借りてやるんでね、どうしてもね、しょうがない部分もありますし、登壇していただく方々もね、今、現場なくて結構、キーキー言ってる方々なので、まあ、ちょっと有料ウェビナーになってしまいますが、まあ、そこら辺もご考慮いただき、参加いただければと思います。そして最後にですね、本日ですね、もし、今日ためになった、面白い、こいつらを支援したいという素晴らしいお志をお持ちの方がいらっしゃいましたら、今チャットボックスにドネーションのリンクを貼りましたので、こちらに、ご上剤をいただければと思います。はい。というわけでですね、大黒さん、赤川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして YouTube ご覧の皆様もありがとうございました。ではまた次5月30日お会いしましょう。